インターネットラジオ局アルファよりお知らせです。昨日1月24日日曜日13時20分よりインターネットラジオ局アルファが利用しているサーバーにて障害が発生しており、現在もホームページの閲覧が不可能な状態が続いています。番組のご視聴は可能ですが、一部画像が正常に表示されない場合がございます。またこのサーバー障害により現在ご利用できないサービスは次の通りです。ハイクオリティボイスサンプル制作サービスボイススクエア、番組関連グッズ通販サービスアルファストア、以上2件です。サーバー管理会社が現在ホームページのデータ移動作業をしており、正常に表示されるまで時間がかかるとのことです。視聴者の皆様には大変ご迷惑をおかけします。なおサーバが復旧し次第再度アナウンスさせていただきます。